NNB48 のジャングルレディオ、改めまして木曜日のパーソナリティは、はい、元気と笑顔がいっぱい詰まったみーチャンネル始まるよ。イエーイ、みんなちゃんとみーよ。はい、ありがとうございます。奈良県出身18歳のみーちゃんこと中野未来です。そして、はい、マリンと勝負だ、じゃんけんしょ、ドサンコ魂ミスタルベさん、北海道出身21歳、マリンこと勝負マリンです。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここはね、ちょっと2人だけでね、オープニングトークいつも喋ってるんですけど、はい、いつもね、喋るときなんか、今日はこんなこと喋ろうかとか、ちょっと大まかに流れは決めてるんですけど、そうだ、ね、今日はね、もうぶっつけ本番でいこうっていう、はい、ちょっとチャレンジにもね、あ、いいよいいよいいよ、やっぱりチャレンジ、まあ、そうですね、うん、今度もしかしたら生放送したいとか言ってるし、そう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 、公開収録とかあるかもしれないから、うん、練習だね、練習、OK、うん、それで、うん、どう、最近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 は、あれです、何何、オフに、うん、京都に行きました。マジ、うん、で、なんか、インスタでおすすめに出てきた、なんか抹茶のわらび餅がバズってるみたいなのがあって、うん、で、食べようと思って頑張って早起きしていったら、もうなかった。おつぽんでした。おつぽんでしたけど、なんかその写真見せてもらったけどさ、うん、マリンの撮り方悪いわね。いや、なんで、全然やってやだったよ。あ、ほんまに、うん、てか、ソーシャルディスタンスのなんかパネルがあるんですよ、私たちの目の前に。だから、そのアクリル板で濁って見えた、うん、濁って、後でじゃあ見せてもらおうかな。 OK、 また載せるわ。私は、この頃は、あ、けど8月？あ、もう今ね、今9月23日なんですけど、これ、うん、収録されてるの1ヶ月ぐらい前なんですけど。そうなんだよ。今は8月後半ですね。後半で。8月はありがたいことに全然オフがなかったから、うんうんうん、今もね、ちょっと忙しい日々を過ごさせてもらってるんですけど、やっぱお仕事って嬉しいなって思った。うん。なるほどね。息抜き何してるの？息抜き？うん、え？なんか電話してないっても誰か。あ、確かに。ゆずちゃんとか、ハーサとか。ハーサが、未来が電話するってなったら、絶対寝てんねんな。まさかやったらさ、寝たふり。無視してんの？寝たふりしてんの？うん。まあ、そう思うわ。めっちゃ前やけどさ、うん、来てくれたんやん。うんうんうん、うん。あの時なんか、いつも寝てるんですみたいなの言ってたけど、嘘ねやったんか。そうだったんだ。でもこれはまた来てもらって、あれ、言わなあかんだけど、あ、ハーサさ、この前来てくれた時さ、全然なんか噛んでるやんみたいな言って来てくれたやん。うん。だからちょっと、あ、じゃあ上達したところ、上達したところ見せたいね。うん。感じ？そんな感じ。まあこんな話したらなんかゲストハーサさん来るみたいな。それになってるけれども、やるの？今日は、はい、待望のゲストなんですよ。はい。もう来てほしくてしょうがなかった。もう喋りたくてしかなかった。本当に喋りたくてしょうがなかったゲストをお呼びしたいと思います。はい。では今日のジャングルメイトに登場してもらいましょう。どうぞ。はい。いきなり。イキイキ。ハートはドキドキ。一気に。ウキウキ。やっぱりみーきー、ありがとうございます。奈良県出身みーきことあのみずきです。よろしくお願いします。初登場です、ミラマリチャンネル。ありがとうございます。ありがとうございます。待望ですし、はい、2期生さん全員、はい、そう、2期生さん全員全員来てくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。待望に来てくださったのですが。待望に、待望の出演なのですが、はい、なんと、緊急事態宣言が出ており、リモート出演となっております。悲しい！みーきさんは絶対に、リモートじゃなくて、行ってほしい。なので音声がねちょっと乱れる場合もあるので、うん、ご了承よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、それではリクエストのメールをね読みたいと思うんですけれども、はい、東京都にお住まいのラジオネームゆうさんからいただきました、先日シルマミル卒業コンサートが無事に開催されました。銃を持って踊ったり、曲中に火柱が上がったり、卒業した1期生が登場したり、盛りだくさんの内容でしたが、一番印象に残ってるのはみーきが曲振りをした青春のラップタイムです。この曲コンサートの後半で1期生を見送り、2期生のユーミンが抱負を語り、少ししんみりしたムードになりました。しかしその後にみーきが
先週のラップタイムの曲振りをして、その暗い雰囲気を一瞬でぶち壊し、楽しい気分にさせてくれました。あの空気感を出せるのはさすがミイキだなと思いました。ということで、マリの隣でやってましたよね、曲振り。あ、そっか、マリちゃん隣やって。そうなんです。私もね、隣の隣だったんですよ。ポジションずっと一緒でしたよね、ミイキさんと。ほんまに心強かった。そうですか。曲振りするの知らなかったんですけど、めっちゃびっくりした。マリやるの知らなくて。ほんまに知ってたで。知ってた、うん。マリの確認不足？いや、でも突然言われたことやから。あ、なるほどね。どうでしたか、これやってみて。なんか、まさか、結構重大な役じゃないですか。いやー、すごかったですよ、あれ。もう、私でいいのって思って、なんかね、もうめちゃくちゃ、私も、始まる何分前とかに急遽言われて。うん、ですよね。お偉い方から。めちゃくちゃびっくりしました。でも無事終わったのでよかったです。いや、もう一気にも楽しくなっちゃったよね。いや、本当に気分みんなガラッと変えれてよかったです。みーちゃんで、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はラジオめっちゃ楽しみにしてたのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さて、このジャングルレディオは、月曜日と木曜日は私たち NMB48 メンバーが、火曜日はつぼみ大革命さんが、そして水曜日と金曜日は騒音プロジェクトさんがパーソナリティを担当しています。またこの番組はパソコン、スマートフォンからでも聞けます。 FM プラプラならアプリで YesFM を設定すると、アプリから直接メッセージが送れたり、番組ホームページやブログにアクセスすることができます。詳しくは YesFM のホームページをご覧ください。あと Twitter はハッシュタグジャンレディ木やミラマリチャンネル、すべてひらがなでぜひツイートしたり実況してくださると嬉しいです。ミキとぴったんこ。このコーナーは今日のジャングルメイトミキさんのことを私たちがどれだけ分かっているかということで、ミキさんにまつわるクイズに3人が答えを合わせようっていうコーナーです。これは当てさせないゲームじゃないので、3人がうまくぴったんこできるようにいいヒントをお願いします。では早速最初の問題お願いします。はい、ではいきます。ミーキとぴったんこ第1問、私がよく買うコンビニスイーツは何でしょう。コンビニスイーツか。コンビニ行くんですか。はい、届っちゃった。いやでもなんか私流行りのものがすごく大好きで。あ、限定商品とかですか。はい、そうです、そうです。とかなんか SNS とかで、なんかこれが流行ってるよみたいな言われたら買っちゃう。あれですか、今 TikTok とかで流行ってるやつですか。コンビニスイーツの TikTok。 そうですね、もしかして飲み物系ですか。かもしれないです。飲み物入れる系みたいな。何、それ私もでもまだできてなくて。それではないってことですか。それではない。それ飲み物系なんですか。じゃあ飲み物系です。それはそう、スイーツ、ね、あ、分かったかも。分かった。セブンイレブンですか。ファミマですか。ファミマですか。ほら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 、タイマー。ファミマ絶対当たるわ。違うか、いける、分かんない。はい、いきます。はい、じゃあ答えをまとまりましたか。はい、では3人で答え合わせをしましょう。せーの、いちごミルク。あれ、みきちゃん何て言いましたか。フラッペ、フラッペです。フラッペ、あー、氷のやつですか。あ、そうそうそう、生クリームみたいに入れたりして温めるやつですか。そう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 。あー、いちごミルク。いちごミルク、はい、私野菜生活。美味しそう。野菜生活どこでもあるやんけ。スイーツなんそれ。全然甘いかもしれんけど。お前スイーツじゃない。野菜やん、やってしまいました。難しい。みーきさんなってたかった。でもさ、あれやんな、未来ちゃんがさ言ってた最初のやつってもしかしてあれ、わらび餅。はい、そうです、わらび餅のやつです。そう、それな、試してみたいと思ってて。ちょっと当てるやん。 そこでピタゴシしまった。あ、残念だったな。じゃあちょっと当てよう。じゃあ第2問お願いします。じゃあいきます。ではみーきとぴったんこ第2問、私の一番好きなフルーツは何でしょう。はいはいはい、はい、よく差し入れできますか。差し入れ、今でも惜しい感じはありました。今第一問の中で。いちごミルク。そう、なんかいちご。ありがとう。
笑ってる笑ってる。そうそうそう、そんな感じで。笑ってるよ。笑っちゃってる笑っちゃってる。はい。でも私のプロフィール、はい、公式プロフィールに書いてあるよ、ね。見ていいですか今。タイマー。当たりますね、そしたら。気になるな。じゃあ答えいきますか。はい。はい。では行きましょう。せーの。いちご。いちご。いちご。やったー。ちょっと。やったー。だってもうなんか、笑っちゃってたもん。そう、バレるかなと思って。一番一番ストロベリーが好きですね。あ、そうなんですか。うんうん、面白い良さあった。マリの見ていいですかって、あかんねん。ミッチさん見つからない。なんで。あ、いた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 、在籍してるけど。いちごって書いてる。書いてるやろ。一番最初に書いてました。とかほか。そうそうそう、パスタグミ、いちごです。パスタグミ。そうなんですね。初知りだった、うん。鹿せんべい食べてると思ってました。食べれないこともないけど。めっちゃいじるやん。やっぱり大好きなの、みゆきさん。嬉しい。私も好き。もう気合いますよね、なんかね。そんな感じするんですよ、ずっと前から。嬉しい、嬉しい。はい、やった。じゃあ、第3問お願いします。はい。じゃあ、第3問いきますね。私の特技は何でしょう。これは特技、あれですよね、何ですか。特殊能力があるってことですよね、みゆきさんが。特殊能力の方でいくか、公式プロフィールに書いてある。見てもいいですか。赤どっちですか、みゆきさん。公式の方で。あ、わかったわかった。わかる。はい、わかりました。仕掛け、仕掛け、仕掛けじゃない。違う。なんていう名前だったっけ。名前とかあるんですか。名前というか、その、特技の名前を忘れてない。そうそう。タイマー。何秒で。いける。はい。じゃあ、行きますよ。せーの。ジャグリング。一輪車。そう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 、私一輪車って言いたかったけど二輪車って言っちゃった。アウト。いや本当に一輪車って言った、私知ってたんですよ一輪車のこと。でも一輪何だっけって、そう、名前を忘れてしまって。これどっちですか。一輪車。マツマツさん。な、なんで知ってくれてんの。すごいねんけど。私みゆきさんのプロフィール見た時に、なんか一輪車っていうのが印象に残ってて、めっちゃ。披露したことありますか。なくて。あ、ないですか。なんで。そう、してみたい。持ってないんですか、自前の一輪車。自前のは前持ってたんですけど、今全然やらなくて。やってほしい。ちなみにマリンがなんて言ったの。ジャグリング。ジャグリング。ジャグリング。あー、ボーリングとピンみたいなやつを、なんかこう、ね、あれやつ。そう、サーカスみたいなやつ。すごい惜しかったですね。もう一個のなんか特技は何だったの。特殊能力の方は。あ、そう、特殊能力の方。はい、一緒にいましょう。一緒にいましょう。行くよ。せーせーの。鹿と喋れる。やっぱり言おうとしたよ。ねえ。そっちにしたらよかったな。そっちにしたらよかった。一番当たってた。めっちゃ盛り上がりましたね。ね、本当にこんなにもう。めっちゃ汗かきました。盛り上がって。いや、一番、多分このコーナー一番盛り上がったと思います。今までで。一のゲストで一番盛り上がってると思います。やった。皆さん人は結構ぴったんこできたということでね。いいですね。はい。ということで、以上。はい。うなみずきとぴったんこのコーナーでした。NMB48 のマリンこと勝負マリンです。番組へのメッセージは、jro-thu@yesfm.jp ハッシュタグジャンレディモクでの実況ツイートもお願いします。ジャングル楽屋ニュース。ここからはジャングル楽屋ニュースのお時間です。このコーナーは私たちが集めてきた NMB48 メンバーの楽屋ニュースを勝手に発表しちゃおうというコーナーです。それではいいですか、ミラコさん。笑いが止まらないんですけど。早速、ミラコからやってほしいと思います。はい、はい、どうぞ。じゃあみーちゃんのジャングル楽屋ニュースは、おならしちゃった。いつもやん。何？違う、私やってしまいました。どこで何を。先日のフロンティアの公演で、はい、
そうそう最高。あ、ミキさんも、ミキさんも初めなんですけど、ね、うんうん、誰にも言ってなかったです。気づいてないんですか、もしかして。なんかちょっと変わりましたほら、ちょっと待って、本当ですか、本当ですか。ミキさんどこでですか。ほんまに、なんかパイオニア。あ、ささ最高。ささ最高ですほら、ミラコのうなら充満してるじゃん。そう、あの初めてささ最高で気合い入れすぎてプってやっちゃって、プッ、プってやっちゃって、プッ、プならいいんだ、プっていう可愛らしいおならしちゃって、うん、でもなんかよくこう NNB ってなんかよく公園でおならしたっていう人多いじゃないですか、うん、あ、そうなんだ。多くないですか、ミキさん。いや本当になんかジョーニシナイちゃんは結構有名らしくて、うん、そうなんですか。フロンティア多くない？多いですね、おなら漫画。そうなんだ、やばすぎ。なんかミオニンさんもなんかおならをなすりつけられたみたいな話を聞いたことがあって、ちょっと受け継いでいきたいなと思って。でも公演ではしたことがなかったんですけど、なんか気合い入れたら力も困っちゃって、そう、恥ずかしい。さっき自然現象だからね。うん、まあおなら溜めることは悪くないから、まあファンの人はねミラコのおならも受け入れたいと思うよ。まあちょっと恥ずかしいので次お願いします。はい、では続いてはミキさんから楽屋ニュースお願いします。なんかこんな後に言うのもなんかなんか匂いしそう勝負どうぞ。なんかこの子に申し訳ないんですけど、はい、それでは続いてミキのジャングル楽屋ニュースは、8月14日に大阪城ホールにて開催された NMB48 ライブ2021 in 初夏初夏コンサートにて 7.5 期生の子がお披露目されました。おならの後にありがとうございますということなんですけど、はい、イシオンちゃん、はい、シオミンちゃんが入ってきてくれて、はい、私も結構加入してずっといるんですけど、はい、海外の子っていうのはもう本当初めてじゃないですか。うん、本当に。ね、しかも韓国で話題の、はい、ね、めっちゃ韓国で反応ありますよね。しかもなんかソウル出身らしくて、うん、めっちゃかっこよくないですか？出身がソウルですって。うん、でなんかもうお話もしたんですけど、はい、私のそのしおみんちゃんとの初トークが、なんかアキラ先生がなんか不思議な子みたいな感じで私を紹介してたらしいんですよ、めちゃに、はいはい、織坂小春ちゃん、はいはいはい、2期生のと私はなんか不思議な子だよみたいなのをなんか紹介してくれてたみたいで、しおみんちゃんに初めて私を見た時に、はい、あ、不思議な人って言われて、かわいい、面白い最高、めっちゃびっくりしました。で、あきら先生に聞きに行ったら、はいはい、レッスン中にそんなエピソードしてたよって言ってました。しおみんちゃん、はい、度胸ありますよね、結構。いや、かわいい、片言で言ってくれました。いいですね、かわいい、仲良くなりたいんですよね、うん、はい、そんなマリンもですね、はい、はい、マリンのジャングル楽屋ニュース行きたいと思います。はい、マリンもしおみんちゃんなんです。おお、すごい、そうなんや。はい、しおみんちゃんと、うん、住んでるところが近いことが判明しまして。あ、そうやね、うん、そう、そしたらマリンさんって言ってきて、一人寂しくないんですかって言ってきて、うん、寂しくないよって言ったら、私は寂しいですって言って、喋り方似てる、似てる、うん、似てる。で、なんか今度お家来てくださいみたいな、一緒にたこ焼きパーティーしませんかみたいな感じで誘ってくれて、行く行くってなって、帰りもね、一緒にね、途中まで帰ったりしたりしてるんですよ。そうなんや、そう、だからめっちゃ仲良くなれそうだなって。しおみんちゃん、すごく人見知りがせずにね、うん、すごいすごい、すごいと思う。すごいよ、だって、うん、コンサートの時にさ、ゆうみさんとずっと隣に座って喋ってたくらいだからさ、うん、すごい、すごいあるなって、うん、思いました。へー、しおんちゃん祭りとおなら祭りということで、そうでしたまた面白いネタがたまったらこのコーナーで発表しますのでお楽しみに。以上、ジャングル学園ニュースでした。ジャングルレディオ木曜日、バビンと勝負だ、じゃんけんしょ。あの人とあんなことしたい、こんなシチュエーションが燃える、そんなあなたの妄想を叶えます、ミラマリス妄想劇場。新コーナー、ミラマリ妄想劇場のお時間です。このコーナーでは皆さんの妄想シチュエーションについて
私たちの妄想を混ぜながら叶えていこうと思います。まずは妄想シチュエーションについてのプレゼンをそれぞれが行い、最後に良さそうなシチュエーションについて即興芝居に挑戦していきます。どんなドラマが生まれるのかお楽しみに。さて今回は初回ということで、はい、スタッフさんからのね、妄想シチュエーションのお題をいただいています。今回のシチュエーションは好きな人との初デートです。好きな初デート、この、ね、新コーナーはちょっと私とマリの、はい、熱望から生まれた企画なので、はい、ちょっと楽しみにしているんですけど、はい、それではまずミラコからね、今回のシチュエーションについて、はい、妄想プレゼンお願いします。はい、もうですね、好きな人との初デートということで、はい、好きな人やけどお互いにお好きっていうことは分かってます。分かってる設定で、ちょっともう何回か一緒に遊びに行ったりして、そう、もう遊びに行ってます。で、まあいろいろこれ私は神戸に行きたいんですけど、うん、神戸に行くまでにいるカラオケとかショッピングモールとかっていう、結構神戸って遠いじゃないですか、大阪から、まあそうね、奈良とか、私奈良なんで、だから遠出やから、遠出する前に結構近いところではちゃんと経験を、ちゃんとデートの経験はやっています。で、まず相手の車持ちなんだね、はい、理想は車持ちで、神戸に行ってからいっぱい映えのスポットに行ったりします。やっぱ神戸って結構ショッピングモールとかもすごいから映えるところが多いんで、行ってからやっぱり美味しい食べ物もねいっぱいあるということで、いっぱいなんか例えばソフトクリームとかハンバーガーとかいっぱいご飯食べて、いっぱい写真も撮ります。で、初デートね、そうで、初デートか、そうだよ、間違えちゃった。まあいい、好きな人とのデートで、そうそう、で、まあもう手もちょっとつなぎたいけどつなげない距離感みたいな、ちょっと手も歩いてる時に触れるけど、なんかさっさっさみたいな、手の甲がさっさ触れて、ちょっともうつないでよみたいな感じ。あ、なるほどね、いいね、そうそうそう、いいね、最初はミラコからギュッとはいかないの。いや、いかない、それはいかない、だって付き合ってないもん。あ、そうかそうか、そう、だからまあね、こういろいろ映えとかやってから、それ最後は明石海峡大橋どこやねっていう、なんか海があるの。へー、そう、海に行って、そう、ちょっとイチャイチャをしちゃうんです。しちゃうんだ。イチャイチャ、そのイチャイチャって何。もう、ちょっとまあ座りじゃないですか、海辺に座ってからもう外ね、そう、外でもうギュウ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 にしたいの。もう隣、もうソーシャルディスタンス一切なしみたいな。で、なんかちょっとなんか肩とかもたれ合いながら、そこで付き合ってくださいっていう感じです。以上です。ミラコが言うの、相手が言う。以上です。すごい、ちょっといっぱい買ってしまった。明石海峡橋限定なんや。はい、なんか神戸に行って、なんか私おここと海山ココナさんと神戸に行くんですけど、あんまり海が、その海辺がなくて、ちょっともう柵があってとかなんで、明石海峡橋は行けるんで、そこしかわからないんですよね。あ、海で告白されたい、海で告白されたいですね。ロマンチストだね。はい、では続いてはミキさんから今回のシチュエーションについて妄想プレゼンお願いします。はい、私は絶対遊園地デートがいいです。初デートですか、はい、なるほど、はい、遊園地デート行きたくて、もうメリーゴーランドに乗ったり観覧車に乗ったりしたいんですけれど、はい、私自身があんまり高所があんまり得意じゃないんですよ。はい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 、あ、高いところです。高いところ、そうだけど、やっぱ好きな人と一緒やったら観覧車も乗れちゃうかな、あ、観覧車も無理なんですか、ゆっくりでも無理なんですか、ちょっと高いところ、ゆっくりが無理かな、そうで、でも観覧車を乗るときは絶対夜が良くて、やっぱ夜景が一緒に見たいじゃないですか、で、なおかつ花火とかも上がってる時期だったらもっといいなみたいな。はいはいはい、わかりますわかります、うん、で、何ですか、そのこう今日の思い出とかをお互い喋り合って、うん、あ、でも向かいに乗ってるんですよ、観覧車では。で、なんか降りる直前ぐらいに、うん、その向こうが隣に座ってきてくれるっていう感じ、うんうん、それは頂点じゃなくて降りるところですか。もう降りる時に頂点で何もしないんですか。なんか
頂点はまだ何も知らなくて初めてやか初デートですかね、はい、で最後の5分ぐらいで横に来てくれて、うん、まあ一緒に手をつないで降りるみたいな。はい、で、はいはいはい、なんか帰りにソフトクリームを買って車で帰るっていう、車持ちまたやっぱ車持ちですよね。なんだ、はい、そんな感じですね。以上です。おいいですね、はい、それではどうでしたか。はい、はい、最後は、マリンから今回のシチュエーションについて妄想プレゼンお願いします。はい、そうですね、これはあのもう好き好き同士、はいはいはい、あの気づいちゃってます。気づいちゃってるね、気づいちゃってるけど、もう付き合ってもいいかなとお互い思ってるけど、まだ付き合ってないみたいな感じです。でやっぱり初デートなんで家は行きません。まあそれはね、絶対家には行きません。誘われても行きません。それでご飯かな。あ、まずは確かに夜ぐらいに会うんですよ。で、あの明るいマリン結構夜行性なんで、あの夜に会う、うん、でご飯を食べます、うん、それでその後ですよ、その後相手がなんか距離を詰めてきたりとか、家に誘ってくるのかとか、お酒を飲もうよとか、そういう雰囲気を出してくるのかを見極めます。あ、マリンは、でそこで家にも誘ってこなくて、そのお酒の力を借りようとしなくて、スキンシップをしてこなかったらクリアです。いや確かにね、それはそう、はい、うん、その一発目のデートでその家に女の子をあげようなんて男はダメなんです。ダメです、ダメです、マリン的にお酒の力も借りるのダメです。酔わせて、はい、そう、あのね、ガオーなんてダメなんですよ絶対にマリン的に、はい、だからこの初デートはマリン的にオーディションだと思ってるんです。あ、私審査員そうそう、だからそこで見極めて、あの普通にご飯だけでお家まで返してくれる人が、うん、これ合格です。いやほんまにそう、はい、こんな感じですかね。あ、妄想というよりあれですね、初デートの審査基準を語ってしまいましたが、審査、はい、すごいです、名言が出ましたね。そうなんです、オーディション、オーディション、初デートはオーディションです、それでは3つのねプレゼンのうちの内容、はいはい、どの内容が良かったかスタッフさんちょっと判定していただきたいんですけどどうなるんだろう、今考えておりますね。お、悩んでる悩んでる、いいですか、お願いします。じゃーん、あ、マリー、マリーはい、ということで選ばれたシチュエーションを使ってミニドラマをしたいと思うんですけど、はい、配役どうしようかな。あ、もうあれですか、台本のないコメディみたいな感じで、うん、配役と設定が決められて、そう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 、即興でやっていくみたいな感じ、即興でやろうと思うので、めっちゃ面白そう。3人ってむずくないですか、難しい。じゃあ、ね、あ、マリンじゃ彼氏じゃない男やるわ、うん、あ、男、うん、okay. ミラコじゃあ女、おー、オッケーオッケーオッケー、ミッキーさんは鹿でなんでやねんいらんやん全然いらんやん。でも、鹿全然入ってきてほしいですオッケー、鹿役お願いしますそれでは、しかもミッキーさん言われる前に手で鹿ってやったんですもう鹿やろうとしてました、てたわはい、もう準備してたので鹿でいきたいと思います、はい、それでは好きな人との初デートシチュエーション、ミラマリ妄想劇場スタート。あー、すごく今日も楽しいな、ご飯も食べれて。そうだよね、めっちゃ楽しい。また行きたくない？めっちゃ行きたい。行きたいよね、まあそうだな、次のデート、どこ行きたい？次のデートはでもマリオくんと一緒だったらどこでも嬉しい、うん、あー、ほんと？じゃあ、あ、しかも連れていてほしい鹿。あ、鹿いるねそこに。え、ほんと、ほんまや、鹿いる。じゃあ、え、次奈良とか行くの？あ、確かに奈良行きたい。案内します。ほら、案内する鹿。え、でも鹿が言ってるよ、今夜はもう終わり、うん、そうだね、やっぱりミラコちゃんの安全が優先だから、まあ本当は、うん、お家でデートとかしたいみたいけど、でも私たちまだ付き合ってへんもんな、うん、そうなんだよね、だから、うん、今日はミラコちゃん
しっかりお家に帰ってまた二人でデートしよう。だからいつかガオしてくれる、うん、そうだな。それは付き合ってからかな。そっか、うん、じゃあ、あのさ、いらんくない絶対いらん成り立ってるやんそこで。いや、しか大事でしたよ今の。あの、奈良行けるきっかけできましたから。あ、はい、ありがとうございます。めちゃめちゃ面白い。それではそこまでということで終了、はいはい、いかがでしたでしょうか、はい、皆様からの妄想シチュエーションもお待ちしているのでぜひ送ってください。以上、ミラマリ妄想劇場でした。ジャングル515、ジャングル575のコーナーではミラマリスナーの皆様からいただいた私たちやジャングルメイトをテーマにした川柳を紹介していきます。そして一番良かったベスト川柳に選ばれた方に私たちからメッセージをプレゼントしますので皆様どしどしお送りください。では最初の作品から紹介しましょう。東京都にお住まいのラジオネーム湯豆腐さんからいただきましたミラコをテーマにした作品です。では一句。 MC の二人の推しメン誰になる？先日夕方 NMB プラスにマリンちゃん、ミラコ、ミーキが3人とも出演していましたね。 MC のロングコートダディのウサギさんは、しょっちゅう推しメンが変わっており初代推しメンはミーキでしたが、黒田風和ちゃんに推しして、またミーキ推しに戻り今は前田玲子ちゃん推しみたいですね。一方、堂前さんの推しメンはずっと変わらずにマリンちゃんのままで、今回も推しメンをキープ。ミラコは初出演でしたが、初出演とは思えないくらい馴染んでいて、MC のお二人からも高評価。今日の宝物もとか獲得し、堂前さんからエビというニックネームをいただいていましたね。マリンちゃんは堂前さんの推しメンを死守、ミイキさんはウサギさんの推しメンを奪還。できるように応援しています。ミラコも新たな推しメン候補として頑張ってほしいです。今後の夕方 NMB プラスの出演も楽しみにしています。お、ありがとうございます。もうということで、マリンは名前つけてもらってね、なんか私はね多分推しメンには一緒になれへん気がするから、はい、そうたくさん名前をいただけるように頑張ろうかな。あー、宝物に選ばれるんですね。宝物が今一つ選んでいただいたので、はい、なんか終わる頃にはもうなんか体中に貼れるように、うん、あー、いいですね、いいですね。頑張ろうと思います。頑張ってください。はい、はい、じゃあ続いての川柳に行きたいと思います。神奈川県にお住まいのラジオネームカンカンさんからいただきましたマリンをテーマにした作品です。では一句。ぬいぐるみ、アイデル姿が無邪気だね。めでるじゃない？めでるでした。アイデル。マリンちゃんが配信中にぬいぐるみを抱っこしていることが多いのですが、先日新しくお迎えしたガラルポニータさん。ポニータさんが可愛すぎたのか、嬉しそうに、めでる姿にオフモードの可愛いマリンちゃんを感じることができました。終始笑顔でニコニコしている姿を見ていたら、見ている側も嬉しくなり癒されました。毎回いろいろなぬいぐるみを見せてくれるのですが、だいたいいくつぐらい所持していますかということです。はい。めっちゃ持ってますよ。見て。もう可愛い。可愛いですよね。あ、見えないか。あ、可愛い。え、見える見える。でも、すごい。めっちゃぬいぐるみ大好きで、ベッドの周りに、もう、ベッドだけでも、1、2、3、4、5、6、7体ぐらいいるかなっていう感じで、はい、めっちゃ可愛いので、今度お披露目したいです、みんなに。ぜひ、はい、興味ないけどよろしくお願いします。じゃあ、絶対家に入れません。お願い。興味あります。はい、では、次行きたいと思います。はい。東京都にお住まいのラジオネームのだっちさんからいただきましたみーきさんをテーマにした作品です。では一句。満月が鹿に見えるよスーパームーン。空を見上げるのが大好きなみーきさん、先日公演だったか MC で満月の影が鹿の形に見えるとおっしゃっていました。今までウサギの餅つきは聞いたことがありましたけどね。それからは満月になるたび見上げていますが、なんと最近ではウサギの耳が鹿様の角に見えるようになりました。これはまんまとミーキーワールドに巻き込まれましたね、
ということで。確かに言ってましたね。そうね、お話しした時がちょうどその日だったらしくて、はい、本当にあるみたいです、毎月。なんかその形に、なんかストロベリームーンとかもありますし。いちごに見えるってことですか？あ、そうそうそう、なんか楽しみです。8月9月もあるから、ずっと本当に見上げてるんですか、夜に？なんかたまに見るかな。でも空を見ることはすごい好きです。確かにミキさん MC で結構言ってはるんで、うん、ちょっとこれからね、ちょっと気になる。もう今9月後半なんですけど、はい、今月は見ましょう、はい、ちゃんと。ミオーマリンも、うん、はい。そして次の作品に行きたいと思います。はい、千葉県にお住まいのラジオネームたまきーさんからいただきました。マリンをテーマにした作品です。では一句。公園で高級メロン差し入れに。先日行われた大阪魂公演で、勝負さんが木箱に入った高級メロンをその場で切って差し入れしていたと話題に上がっていました。綺麗な黄色で、写真だけ見てもめちゃめちゃ美味しいって分かりました。ぜひ感想を教えてください、ということで。はい、私はね、この時出てたんですよ、レオパージュさんに。食べた？食べた。あ、ほんと？どうだった？めっちゃ美味しかったです。イエーイ。黄色で、なんかもう、うん、なんかもうぐちゅっとぐちゅっ、ジューシーってこと？ぐちゅって言うんだけど、濃厚、濃厚なジューシーさで。そうそうそう、よかったです。めっちゃ美味しくて、その場で切ってくれて。みゆきさんにも食べてほしかったです。食べれるんですかね、みゆきさん。食べたかった。いちごしか食べれないとかないですか？メロン食べれますか？そうやんな、メロンはあんまり食べれないですよ。でもレオパージュの食べたかったって言ったけど、そう、うん、空のはるかちゃんがメロン食べれなくて、うん、そう、メロン食べれないメンバーもいたんですけど、 その残った1個をしおんちゃんが食べてました、うん、確かに、はい、そう、それもめっちゃ可愛くて、うん、また持っていきたいなって思いました、うん、はい、あれですか、しおんちゃんはどっちのしおんちゃんですか？堀の方ですか？しおんですね、しおみんですね。しおみんちゃんです、ね、レオパージュやから。そうかと思います。あ、はい、はい、そうなんです。東京都にお住まいのラジオネームとしたかさんからいただきました。ミラコをテーマにした作品です。では一句。つかみ取れシアターの女神、貪欲に。かねてからシアターの女神を目指しているミラコ、最近ではミラコ自らマネージャーさんに劇場出演の交渉をしているとか、劇場で躍動するミラコをたくさん見たいし、シアターの女神を目指してたくさんの公演に出演してね、ということです。はい、なんとですね、すごいな。そう、今後半で、ね、まだね、この収録日はまだ初日を終えてないんですけど、キュンマートさんのヒットに浸かる恋してラブしてキュンマートさんをね、9月3日に初日を迎えるので、すごいじゃないか。頑張りたいと思います。頑張ってください。頑張ります。すごい、どうやって交渉しに行ってるの？この日出れないですか？あ、出れないですかって自分で聞くの？出れない、聞かれるの？出たいですって、私がなんかこの日の公演というか、うん、公演出たいですって言いに行って、うん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 、公演のスケジュールが発表されたら、この日出れませんかみたいな感じで、すごい、で交渉しに行ったら、そう、ちょっとマネージャーさんも優遇気がしてくださって、ありがたいです。もっと出れるように頑張ります、すごいです、はい、じゃあ応援してます。ありがとうございます。マリも出たいな。マリも出たい、はい、はい、じゃあ続いての川柳に行きたいと思います。三重県にお住まいのラジオネームマスヨシさんからいただきました。ミッキーさんをテーマにした作品です、うん、では一句。意外にも理解されてるミッキーさん。この前のフロンティア公演のアンコールで、コハタンのおしゃべりコーナーにミイキさん、ミイキさんクイズがあって無理かもと思っていたら、客席のみんなが結構正解するのに驚きました。ミイキさんのこと理解しているのは自分だけかなと思っていたのに残念ということです。すごい自信があるね。確かにめちゃめちゃ自信満々で、ね、すごい、こんな、ね、アンコールガールをしてくれた、はい、あったんですね、ミイキさんクイズが。そうなんですよ、この収録の2回前くらいの時ですかね。どんな公演の時にどんなクイズでしたか？あ、なんかその時も好きなフルーツはっていう質問がありましたよ。あ、いちごとか。みんな答えられたかもね。本番中は着替えたりとかしてるので聞けなかったんですけど、はい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 、DMM 配信で見たら、なんか結構皆さんが拍手で正解を答えてくださってたんですけど、結構当たられてて、なんかすごいなって思います。すごい、やっぱファンの人は分かってるんですね。分かりますね、私たちも分かっちゃったので。嬉しかったな。はい、ではそろそろね、今日一番良かったベスト川柳選んでいきたいと思うんですけど、はい、どれがいい、
ちょっとメロンが食べたいから。メロン食べれないの衝撃で。あ、そう、ほんまに。面白かったし、それにする?はい。じゃあ、ということで、今日のベスト潜入は、マニーをテーマにした作品で、千葉県にお住まいのラジオネーム、たまきーさんの作品で、公園で高級メロン差し入れにとなりました。せーの。おめでとうございます。おめでとうございます。では、マリンからね、このたまきーさんにメッセージのプレゼントなんですけど、はい、あのもしその選ばれたら差し入れの時の一言をお願いします、うん、どういうこと?どういうことって差し入れの、まあ、自分でね理解したことをお願いします、はい、それでは、はい、たまきーさんも準備いいですか?いきますよ。 3,2,1,9 たまきーさん、マリンが差し入れだったら食べてくれますか?以上、ジャングル575のコーナーでした。NNB48、みーちゃんこと、中野未来です。ちゃジャングルレディオ目標。皆さん、いかがでしたか ?NNB48、みーちゃんと、マリーのジャングルレディオ。さて、この番組では、ミラメリスナーの皆様から、私たちへの質問やメッセージを受け付けています。さらにジャングル575のコーナーでは、私たちとジャングルメイトをテーマにした川柳を募集しています。ベスト川柳に選ばれた時に言ってほしい一言も添えてお送りください。次回登場予定のジャングルメイトは番組のブログにアップしていますので、ぜひチェックしてくださいね。メールアドレスはすべて小文字で gro-thu@esfm.jp です。番組ホームページのメッセージからも送れます。たくさんの投稿メッセージお待ちしてます。お待ちしています。ということで、もうお別れの時間が迫ってきました。明日金曜日のジャングルレディオは騒音プロジェクトさんがお送りしますので、お楽しみに。ミキさんもまた来てください。見たいです。はい、それではジャングルレディオ木曜日、お相手は NNB48 の中野未来と勝負マリン、そしてジャングルメイトは野水木でした。それではまた来週。ラスト一言、今日はみきさんお願いします。はい、リモート収録ドキドキしか。ありがとうございます